タマーバンドサンアジダハーカは、ゾロアスター教に登場する怪物である。アベスター語ではアジダハーと呼ばれ、中世ペルシア語系ではアジダハーグ、現代ペルシア語系ではアズダハー。名前について、アジはヘビという意味だが、ダハーカの意味は、よくわかっていない。インド神話の敵対的種族、ダーサと同語源であるという説、人という意味で、人からヘビを意味するという説などがある。 文献的には、アベスターが最古のものだが、図像表現に限るならば、紀元前2100年、紀元前1800年のバクトリアに遡る。比較神話学的には、アジダハーカは、インドのヘビの怪物ブリトラに対応すると考えられている。ブリトラの別名である、サンスクリット語の愛を、アベスター語のアジと同じくヘビを意味して、言語学的に対応する。現代では、 アジダ・ハーカはペルシア語でドラゴンの意味で使われている。アジダ・ハーカはゾロアスター教以前の古代ペルシア神話からすでに登場している。アベスターは三頭三口六目の容姿だと描写しているが頭はそれぞれが苦痛、苦悩、死を表しているとも言われている。その翼は広げると天を隠すほどに巨大である。ヘビとドラゴンの両方のイメージを備えた。 有欲の竜者だとみなされていた。バビロンにあるとされている、クリンタ城に住む暴君。アクシム・アンラ・マイユに創造され、その配下であり、あらゆる悪の根源をなすものとして恐れられた。神話においては、千の魔法などを駆使して敵対する勢力を苦しめ、アフラ・マズダー配下の火の噛み当たるなどとも激しく、戦った。三加、ザムヤードや首都においては、アジダ・ハーカは、 アータルと降臨を奪い合った。アジダ・ハーカは、降臨を奪い取るべくバリ造元を吐きながら、アータルに迫ったが、アータルから、自分がアジダ・ハーカの体の中に入って、口の中でも得上がり、アジダ・ハーカが地上に来られないように、決して世界を破壊できないようにすると言われると、萎縮して退いたという。その後、アジダ・ハーカは、英雄、スライエー・タオナによって討伐された。戦いにおいては、 アジダ・ハーカの体に剣を刺してもそこから爬虫類などの邪悪な生き物が生い出すため、スライエータオナはアジダ・ハーカを殺すことができなかった。そのため、最終手段として、ダマーバンドさんの近下部核下に幽閉したと言われている。そして、週末の時に解き放たれて人や、動物の3分の1を貪ることも、最終的には、神話的英雄であるクルサースパに殺されることも、 すでに決まっているとされている。時代が下ると、アジダハーカの姿は、竜から人間に変わっていく。そして、イスラム教け後のイランでは、フェルドスイーの、シャーナーメに、両肩から蛇を生やした悪王、ザフハークという名前で登場し、フェリドゥーンに退治される。ありがとうございます。